憲法創創のところと書いてますね。明治憲法創の日、この日は明治20年1887年伊藤博文、伊藤明治、金子健太郎らが両手松江長野において明治憲法の制定を草案した昨年に昭和10年に作られたと。まずは発表されます。なんていうのは、まだは歴史の見てたいと思います。まずは歴史の年間ないから、年間ないからこれが政治憲法の創設の日です。